うわうわ、トロだトロだ、やべえ、みんなこれがクールジャパンだ。皆さんこんにちは、ホモサビです。今日は河畔林に来ました。河畔林というのはですね、川に隣接する森みたいなところなんですけど、今日はここでね、中トロを捕まえて寿司を作ってみたいと思います。じゃん、斧です。今日はこの斧でその辺に倒れている倒木を破壊していきます。といっても周囲地以外の生木を破壊したらいろいろ法に触れるので、こういう倒木ですね、この辺の腐った木を掘ります。これを掘るとですね、おや？おやうい。おー、いたよ！カミキリムシの幼虫です。こいつは多分薄葉カミキリですね。このカミキリムシが昆虫界のトロと呼ばれてるぐらいうまいです。正直トロなんて控えめなぐらいね、虫の中では別次元にうまいです。これがね、いっぱいいるはずなんですよ。今から掘っていきます。木目をね、こうやってやって、こうやって起こすといるんですよ。おい、いたー。ちっちゃいけど、なんかあんまりでかいのいねえな。クワガタ多すぎだろこれ。クワガタめっちゃいる。やばいやばいやばい、クワガタやばい。ポイント移動してきました。意外と取れなかったので、だんだんね、夜が迫ってきててやばいんですよ。おう、黄色スズメバチの新女王ですね。こいつはですね、今からでもちゃんと毒があるので、今すぐにも危ねー刺せるっていう気概を見せてきてくれるんです。おーちゃんさんとスズメバチ取った時もたくさんいました。あいよねー新女王。この新女王は温度が安定する朽ち木や土の中で冬を耐え抜きます。そして暖かくなったら新しい巣を作るためにまた飛び立つわけですね。まあ言うまでもない常識ですが、こいつも食べられます。まあまあサイズが出てきた。やっと出てきた。初日は敗退かもしれません。初日の戦果は乏しかったけど、ではお醤油を入れて、わさびをピュッと。はい。まずこちら、カミキリムシの幼虫です。チュンチュンチュンとつけて、いただきます。え？マジでトロじゃん。なんか油菜がちょっと少ないトロ。ガチでうまい。え、これ寿司いけるわ。次はクワガタですね、こいつ。クワガタはね、本当にまずいんですよ。炙ります。いただきます。うわ、土風味のカニ味噌。黄色スズメバチの新女王を食べます。こいつはまあね、前も食べたんで特になんということはないんですが、焼けました。いただきます。うん、あ、うめえ。何これ、前のよりうめえじゃん。ということで、もっと取れる場所を探します。2日目です。今日こそは取りたい。前回と別の河畔林に来ました。これ見るとわかるんですけど、明らかに先行者が割ってます。っていうことは、この木の条件がいいってことなんで、1匹いたとこには何匹もカミキリムシがいる可能性があります。これとかもろに食痕ですからね、食べ進んだ後。お、このお尻はまさかの、いましたよ、このサイズのカミキリムシ。これを探してた俺は。ここまで来たら無理に斧で取り出さずに、このピンセットを使ってね、こうやって取り出す方がいいです。これですよ、俺が今日求めてるのは。これがマグロのトロなの。よっしゃ、バンバン取っていくぞ。あ、もう一匹いた。この木やっぱいっぱいいるわ。もっとでかいの欲しいな。いねえや。いい材だと思ったんだけどな。次こっち行ってみっか。やらかっ。待って、一匹殺した。でけえでけえ。半殺しにしちゃったけど、でけえ。え、これもじゃない？あ、これもだ、これもだ。やべ、フィーバー来た。あそこに見えんのもそうじゃない？あれそうでしょ。うわうわ、トロだトロだ。しかも見て、ここにもいる。やべえ、みんな当たりの材来た。あー、でけえ。あ、待って、ここにもケツ見えてるじゃん、ほら。やばくねえ、ここ。何、宝くじ当たるよりすごいんじゃないかこれ。やばい、みんなフィーバーすぎる。ここまでのレベルに、ほら、やばいやばい、でかすぎる。これが寿司になると思うんですよ、俺は。虫界のトロと呼ばれるこのカミキリムシならね、昆虫寿司という俺の夢を叶えてくれるんじゃないかと。今日はそういう動画なんですよ。こんだけ取れました。こいつらを洗いましょうね。土がついて味が落ちちゃうので。なんか泡立った。やだな。全部洗えたら次は串に刺します。うやば、グロ。何これ、今急に気づいたけど、これグロ。火つけます。よいしょ、炙りましょう。なんで炙るかっていうと、こいつらね、炙るとピンって伸びるんですよ、エビみたいに。その方が映えるんで炙ります。あー、いい香りすんなこれ。お祭りの屋台の香りがするぞ。伸びてきた伸びてきた。あとやっぱり消毒ですよね。虫を生で食べるっていうのはね、非常にリスクがあることなので。しかも今回半分土に埋まってた木ですから、最低限表面ぐらいは炙った方がいいですね。まだ自分の住んでる地域には来てないですけど、エキノコックスっていう寄生虫、動物の糞便とか土を媒介して感染する寄生虫があるんですけど、それマジで人が死ぬので、土は食べ
べない、あと生水はそのまま飲まないっていうのがね非常に重要です。とにかく加熱が大事ですね。米です。寿司酢をかけます。お酢です。お酢、酢飯を作ってます。めっちゃパラパラなんだけど、これ何？あ、チンしてねえからか。これチンしなきゃダメなご飯の。見てこの、チャーハンかって感じだよ。一回温めよう。まあまあ汚ねえ川の水を汲みまして、川の水を乗せまして、で、これビニール袋ですね。さっきのパラパラの米を入れて、これで湯煎します。電子レンジでチンするやつですけど、湯煎でもまあそんなに変わんないんで。でかくねこいつ。うわ、でかっ。見てください、これ。カミキリムシは名前の通り、顎の力が非常に強いです。成虫と幼虫だとね、幼虫は数段落ちるんですけど、それでもね、あの、朽木の中を食い進むだけの顎の力があるんで、見てくださいよ、この牙。ちょっと噛まれてみますね。えっ！えっ！てえな、お前。クワガタのメスよりは弱いかなって感じですけどね。火止めます。あ、全然違う。パラパラじゃなくなった。あ、できてるできてる。そしたらこちらにさっき炙ったカミキリムシを落として、これがネタですね。ネタ、寿司の心得は皆無ですが、適当にやっていきましょう。ではこちらのシャリに贅沢にでかいカミキリムシを2匹乗せちゃいます。3匹ぐらい乗せちゃってもいいかな。ちょっと中くらいのをもう1匹ぐらい乗せちゃいますか。やばい、崩れる。あー、シャリが崩壊した。タイムリミットが来た。お、寿司よ。見て、みんな寿司。職人さんに怒られそうですけど、まあ、素人なんで許してください。いいっすね。おい、アリ、俺の餌だぞ。ここにいるのがウータムさんです。寿司を握ったことないのに俺よりうまいというけしからん事態が発生したので握ってもらいます。で、おお、すげえ。ざっす。あー、いいね、このウグイスが鳴く中で寿司を調理する風情があるわよ。これぞ日本。ユリス見てるか、これがクールジャパンだ。完成しました。映えるな。じゃあお醤油入れて、でわさびをプニュッと出します。このわさび重要なんですよね。昆虫って若干臭みがあるやつが多いんで、わさびで匂いを消すことによって格段に味が美味しくなります。俺の理論が正しければこいつはマグロとかカンパチ系の味なんで寿司に非常に合うはず。わさびとお醤油に軽くつけて、カミキリ寿司いただきます。うま、これ。出張で出そうぜ。マジでうめえ。なんかさ、ちょっとカニの味すんだよね、やっぱ虫だから。カニ風味の中トロみたいな感じ。うま、やべえ、寿司だ。みんな、うめえ、マジで。お茶飲みたくなってきた。あ、お茶作ろう。よいしょ、この辺の草でいっか。よいしょ、これを入れます。前回のお茶動画で美味しいお茶になる雑草はもう分かっているので、この名も知れぬ草はね、美味しいはずです。なんでしょうね、これイネ科のなんかだと思いますけど、まず入ります。画面外からポイポイ雑草を投げ入れられるな。煙が出てきたらここで水を入れます。これ煮ます。紙皿を、おお、紙コップ。まず一口飲んでみますね。うまっ、うめえ。で、最後の紙切り寿司いただきます。うん、ここでね、この雑草茶を、これ本当に売らないかな。このお茶うますぎるから、一緒にいるウータムさんとヒロポンさんにも飲んでもらおうと思います。マジうまいっすよ。雑草がそんなうまいわけないじゃない。いや、うまいんすよ、マジで。あ、お茶普通にうまいっすね。じゃ、ヒロポンさんもいただきます。うまえ、セブンのお茶よりうまくないですか。そう、マジマジそう思うんですよ。セブンイレブンで売ってるあのほうじ茶よりうまいと思うんですよ。ということで、本日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録をお願いします。よければまた動画を見てください。ごちそうさまでした。うら。